こんにちは、ももです。昭和時代で活躍した歴代広島カープでベストナイン&スタメンオーダーを考えました。平成のカープオーダーも構成しており、近日中に投稿予定となります。皆さんの思うベストナインをコメント欄にお願いします。それではプレーボール。監督、小葉。1番、ショート、高橋。2番、セカンド、正田。3番、ライト、ライトル。4番、レフト、山本。5番、ファースト、水谷。6番、サード、衣笠。7番、センター、長島。8番、キャッチャー、辰子。9番、ピッチャー、北別府。セットアッパー、大野。クローザー、津田。いかがだったでしょうか。皆さんの思う選手はいましたか。いいねボタン、コメントお待ちしております。